はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、代理人と本人との利益相反、民法108条の2項の内容について解説させていただきます。これはですね、まあそのまま覚えていただいても、まあいいかなと思います。一応具体例出すんですけども、具体例の内容が判例の内容で、ちょっとややこしいんですよ。なので、条文の内容をそのまま頭に入れる形でも問題ありません。で、内容的には、自己契約とか双方代理、まあ、前回の動画でお伝えをした自己契約双方代理と、まあ、よく似てるんで、まあ、一緒に覚えていただいて問題ないです。で、一応条文ですね、確認しておきます。代理人と本人との利益が相反する行為については、代理人を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りではない。っていうふうに条文で規定されているんですね。つまり、代理人と本人との利益が相反する行為については、無権代理として扱いますよ。まあ、ただし、まあ、本人があらかじめ許諾した行為については、まあ、これは無権代理として扱うんじゃなくて、まあ、契約は有効だよと。まあ、代理行為は有効になりますよと。まあ、いった内容です。じゃあ、この具体例って、まあ、どんな内容なのかなんですけども、ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、まず、建物の賃貸借契約を考えます。で、建物の貸主がいて、借主がいるんですけども、この賃貸借契約の条件として、この賃貸借契約期間中にトラブルになった場合、貸主が借主の代理人を選任できるっていう委任状を提供してくれと。これを提供してくれるなら賃貸借契約を結びますよ。ということで、賃貸借契約を結んだ時に委任状を渡しているんですね。なので、その後、何かしらトラブルになった場合は、貸主が借主の代理人を選ぶことができる。つまり、借主側の弁護士というものを、貸主が選ぶことができる、っていうふうなルールにしているんですね。これ、どういうことかというと、トラブルになった場合、これ貸主が相当有利な裁判になっちゃうよって話なんですよ。なぜなら、借主が自分自身で弁護士を選ぶんじゃなくて、貸主が借主の弁護士を選ぶ。これ代理人っていうのは弁護士って考えてもらっていいです。弁護士を選ぶということなので、貸主の息がかかった弁護士、貸主側に忖度するような弁護士が借主の弁護士になっちゃうって話なんですね。っていうことは、結果的に裁判をしたら、まあ、これ貸主勝っちゃいますよね。まあ、貸主はまた別の代理人を選任すると思います。で、そうなってくると、貸主の弁護士も、借主の弁護士も、どっちも貸主を弁護しちゃうって話になっちゃうんですよ。結果的に借主にとっては、不利益になっちゃうわけですよね。つまり、この代理権を与えることによって、代理人と本人との利益が相反しちゃうって話なんです。貸主にとっては利益になって、一方で借主にとっては不利益になっちゃいますよね。つまり、この借主と貸主の間の契約っていうのは、これは無権代理になっちゃうよ、といった内容です。まあ、この事例、やや難しいんですけども、頭に入れることができるようでしたら、頭に入れていただければと思います。まずは、この条文の内容ですね。利益相反行為については、まあ、原則無権代理として扱うんだってところを頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。